毎度おなじみスミノフチャンネルでございます。今日は近鉄南大阪線、近鉄南大阪線とか近鉄自体の路線をね撮影するのはスミノフチャンネル初でございますので、私大和川橋梁を選ばせていただきましたけども、いろんなね今日は近鉄電車をね撮影しに、スミノフチャンネル初松原市にやってきております。向こうは大阪市内なんですけど、こんなとこまで自転車でやってきたんですね。もう本当にびっくりします。それでは今日もよろしくお願いします。近鉄南大阪線といえばですね、近鉄の中でも歴史の長い路線であります。大阪線や名古屋線、山田線、伊勢志摩ライナーとかね、アーバンライナーが通る路線とか、奈良線とかね、京都線だとかと、全くもって別物というか、車両自体はよく似てるんですけども、若干違うのが線路の幅です。大阪線、奈良線系とは、新幹線と同じ幅、1435ミリでしたかね、標準機で運転されているのに対し、こちらの、近鉄南大阪線は JR と同じ1067ミリ、狭軌というね、狭い軌道と書きまして、狭軌路線ということになっております。すなわちですね、大阪線の車両、奈良線の車両がこの近鉄線、南大阪線にはね、入れないということになります。一方で6400系とかね、この南大阪線で走ってるんですけど、その線は台車さえ組み替えれば、全線共通の車体を持っておりますので、台車を組み替えれば極端な話、大阪線系統では走行が可能なのでしょうか。なんかそういう標準車体を持っているそうです。私もね、青春時代は播磨の駅が最寄り駅でしたので、天王寺に行くときとかはね、必ずと言っていいほど近鉄電車に乗っておりまして、なかなかね、私昔小さい頃は、ね、近鉄に乗って、今尼崎に住んでしまったので、本当に近鉄と疎遠になってしまったんですけども、昔ながら私のね懐かしい、今ね播磨のとかずっと通ってきたんですけど、すごい感動したぐらいにもう懐かしすぎてね、ちょっと過去を振り返りながら自転車を漕いでました。そんな感じでね、私の青春時代とかをね支えてきてくれました近鉄南大阪でね、今回は、撮影しようと思いまして、これをね撮影した後どうしようかなって悩んでるんですけど、南海の方に行こうかなとか思ったりします。またね踏切が鳴りましたので、ちょっとあれかな、撮影しようかな。近鉄といえばですね、この架線柱が特徴なんですよね。2段架線柱と1段架線柱がね、連続したり交差したりとかね、するような、そんな感じなんですけど、結構本数多いな、近鉄って。阪急は10分に1本とかね、そういうような感じで、特急含めると、まあ5分に1本ぐらい走ってくれるんですけども、なかなかね、種別が普通、準急、急行、特急とね、結構多いんですよね。まあ近鉄特有の、種別と言っていいと思います。先ほども申し上げたように、普通急行、普通準急、急行で、なんか桜のシーズンには快速急行だとか、夜には区間急行だとかも運行されております。で、行き先とかもね非常に多くてですね、1時間に0、10、1分、11分、21分、31分、41分、51分で、6本普通電車が阿部の橋から出て行ってるのに対し、準急も4分、14分、24分、34分、44分、54分で、6本運転されています。急行が1時間に、20分と50分だったり、2本と、特急がさらに10分、40分で、時には10分だけとか、だったと思うんですけど、あまり青のシンフォニーとかもね、走ったりしてくれますので、なかなかこう、撮影の時間、合間っていうのはね、こう、休憩する暇がなかなか少ないというような、ちょっとした過密区間かもしれません。結構ね、田舎に向いて走るんですけどね。
踏切もさっきからひっきりなしになりますね。結構楽しいです、この辺。それでは近鉄南大阪線の収録当日に撮影しました、その写真で車両を紹介させていただきましょう。こちらが26000系桜ライナーというものです。リニューアル工事を受けましてですね、登場当時は車両の下の方がですね、緑色のグラデーションがありまして若葉色のような感じだったんですけども、今は桜の花をイメージしたような色合い、桜ライナーにふさわしい塗装となっています。桜ライナーは大阪阿部野橋から吉野間で運転されており、時刻表にも SL と書かれておりましてね、機関車ではありませんよ。近鉄では桜ライナーと愛称が付けられております。近鉄特急は桜ライナー汎用特急とね、ノンストップとかはありません。停車駅は全て同じです。そしてね、近鉄特急といえばこのオレンジと紺色のイメージが強く、未だに私の近鉄特急といえばこの色だと思っておりますが、近年では、同じ16000系でも塗装変更が現れてきました。この16000系のね、塗装変更を見るとなんか違うぞとは思うんですけど、なんか最近のね流行りなんでしょうかね、こういうグラデーションみたいなものは。で、近鉄特急のね、イメージを一新しました塗装になっております。これは16600系 ACE エースというものですね。この他にも大文字の16400系エース、16010系サニーカーなどが活躍しておりまして、特に16010系なんかは一編成しかありません。こちらは16200系の、青のシンフォニーという、列車です。 YouTuber さんでもね、いろんな方が乗ったとかねやっておりますので、お目にかかることは多いでしょう。6020系、3両を改造した魔改造の電車です。これが観光特急になっているわけですが、近鉄恐るべし。奈良線とかでは数多く見られるシリーズ21ですが、近鉄南大阪線では6820系とね称しまして2編成が活躍しております。しかもね、中間車はありません。全部先頭車というね、4両が配置されています。これ増産されないんですよね。こちらは6600系です。正面から見てすぐ後ろ、乗務員扉の後ろに窓があるのが特徴、そしてまっすぐに、車体が伸びております。同じ6400系列とかは膨れてるのに対し、この6600系はまっすぐなカクカクの、列車となっています。そしてね、多分近鉄南大阪線で一番ややこしい車両形式が6400系、6620系です。こちらは6400系です。たくさん種類があります。細かく言いますと6400系のほか6407系、6413系、6419系、6422系、6432系というふうに分かれておりますが、かなり、ややこしいので、細かく言えば厳密に言えば分かれておりますので、しかしながらこの動画では6400系列として、ご紹介しておきましょう。もう近鉄の顔ですよね。こちらは6620系というものになります。6400系とはねちょっと違うのかなと思ったんですけど、見た目は何ら変わりません。これが6620系ということでね、もう数字番号で見て、なんとかこう分かってくれみたいな、そんな感じだと思います。近鉄と言ってね、パッと出てくるのは赤と白の電車だって言うんですけど、イメージとしてはこの顔がね結構思い浮かんでくる電車ではないでしょうか。結構阪神難波線とかね、この顔がの運用めちゃめちゃ広いんでね。そしてですね、大阪線や奈良線とかでもね、奈良線は走ってないか、走ってるか8000系で、この手の顔がね、結構近鉄の昔ながらイメージということでね、走っておりますけど、未だにも走ってくれています。懐かしい顔ですなぁとは思って、私この車両結構好きなんですよ。6020系、6200系という感じのね、丸屋根と言われております車両たちです。この大阪阿部野橋普通電車の表記の横にですね、このライトが2つちょん
ちょんってついているところ、そして窓周りの白枠みたいな感じでね、赤パンダみたいな感じな、そんな感じの電車なんですけども、私はもう近鉄といえばこの電車、本当に長く走り続けてほしいなと思っている電車の一つとも言えます。昔はね、今は大阪阿倍野橋となってるんですけど、この幕式で阿倍野橋と阿倍野の部分がね、ひらがなっていうのも特徴的でした。近鉄のこの幕式とライト、かなりお似合いの車両と言えるでしょう。6020系6200系というものです。本当にね、パッと見ね、わからないぐらいに近鉄電車で細分化されておりますので、こういう系列もね、調べてみるのも面白いかもしれません。以上でね、大阪阿倍野橋から、河内長野、そして、橿原神宮前吉野方面と結ぶ、近鉄南大阪線で活躍を続ける車両をご紹介させていただきました。どれも乗ってみたい電車というか、また乗りたい電車というべきでしょうかね、たくさん走っております。さてここからは近鉄南大阪線についてね、ご紹介させていただきましょう。大阪府南東部の通勤通学及び柏原飛鳥吉野方面への観光の足となっています。藤井寺駅古市駅間は数多くの古墳を避けながら通ります。大阪電気軌道、が敷設した大阪線など多くの近鉄線1435ミリの標準機、これは新幹線や京阪阪急と同じような線路幅です。それとは異なり南大阪線系統ですね、道明寺線、長野線、五瀬線、吉野線も含みました車両では、JR と同じ1067ミリの狭軌の線路幅が採用されています。道明寺線、長野線を敷設したのは海王鉄道、そして南大阪線を敷設したのは海王鉄道を継承した大阪鉄道大鉄であり、その当初の目的は道明寺線柏原駅において接続する関西本線と提供して貨物輸送を行うことであったためとしています。なので線路幅が違うということです。また古墳や山岳地帯を避けるためで敷設されたため、カーブが非常に多く、建設費の都合で規格が低く抑えられたため、最高速度は大阪線の120キロよりも低い110キロに抑えられています。大阪市内から河内天宮駅間は、高架となっておりますが、このうちこぼれ口八田間に関しては高架の際に仮線を設けず、在来線の地上線の真上にそのまま高架線を建設する直上高架方式で施行されました。また最近、阪神高速大和川線の建設のために、以前は盛戸区間だった大和川橋梁から八田6号踏切までは高架化されたということで、八田、河内天宮間も高架されているということに含まれています。沿線風景としましては、大阪阿倍野橋駅から藤井寺駅付近までは住宅街や学校などが非常に多く、建物の間を抜けるように走っていきます。また藤井寺から道明寺古市にかけては古市古墳群が多数ありまして、古墳の間を縫うように走っていきます。道明寺駅あたりからはイチジク畑が広がったり田んぼが広がってきますので、この辺りから一気に畑が目立ち始め、古市駅から先はのどから風景へと一変していきます。また大阪線や奈良線などは奈良大阪の県境をトンネルで越えるのに対し、南大阪線はトンネルがありません。ですので、穴虫峠だったかな、その辺りをぐねぐねと、登ったり下ったりして、峠越えを行っていきます。一応穴虫峠を越える際にね、軽いトンネルみたいな、トンネルもどきみたいなものはあるんですけども、あれは一応トンネルとまとめていいのかどうか分かりませんので、一応この動画ではトンネルとは言わないようにしておきます。確かね、あれはね、穴虫峠の跨線橋だったと思うんですけど、近鉄は穴虫トンネルに無理やりしてるような気はしますけども、確か それぐらい短いトンネルが一つか二つあったように思います。またこの南大阪線、他の路線と比べても他の私鉄と比べてもね、季節によって様変わりします。臨時列車や臨時停車が多数ありまして、例えば、上野大使のみかん狩りの時期には上野大使駅に急行が臨時停車したり、ボタンのシーズンには大間寺や二条神社口に急行が停車したり、また正月三が日には、柏原神宮前阿倍野橋間に臨時急行開運号、またツツジのシーズンには
大阪阿倍野橋から五瀬間を結ぶ急行葛城高原号などが運転されております。また春のシーズンになりますとですね、快速急行桜号というね臨時列車では有名ですけども、そういった電車も運転されるようになっており、四季感あふれる、路線ともなっています。画面には大阪阿倍野橋行きの普通列車シリーズ21がね走ってきましたけども、この電車非常に、普通電車この区間では需要がある路線だったんですね。1980年代にはですね、針中野駅というね来る時ご紹介したと思いますけど、その駅の需要が非常に高くてですね、谷町線がまだ、来てない頃、大阪へ阿倍野橋針中野間というものは非常に混雑しておりました。その時に朝ラッシュ夕ラッシュには夕ラッシュはあったのかな、河内奄美発着列車なんかも多数運転されておりましたが、谷町線の駒川中野駅の開業によりまして、針中野駅の乗降客数が激減しました。それで、90年代徐々にですね河内奄美行き列車が減っておりまして、今最終大阪阿倍野橋のね、最終電車はですね、確か河内奄美行きだったと思いますけども、私が、幼稚園小学校の時代はまだ朝の9時、10何分かにですね、河内奄美行き列車、多分針中の標準でですけども、河内奄美行き列車なんかも見たことはあります。結構日中にもね走ってた時期はあったんですけどね、私の時代でも。おばあちゃんや母の話を聞いておりますとね、昔はなんかあの河内奄美じゃなくてですね、八谷車庫があったようです。そしてもちろん地上区間なんですけども、その当時八田行きの準急やら八田行きの普通列車なども走っていたようです。その当時から針中の需要は大きかったようですね。で、当時の列車はですね、この赤と白のめでたいような電車ではなく、マルーン一色の電車でも走り続けておりましたし、また南大阪線でなきにし、これをなきにしては語れないという車両、ラビットカーなども走っておったようです。ラビットカーというものは今でも復刻塗装が走っておりましてね、確かタラコ色にね窓下部分に下白のラインが走っているような、そんな、電車だったように思いますが、今回の撮影では走ってきてくれませんでした。ラビットカーというものはすごく加速の性能がいい電車でですね、準急から急行から逃げるような様をですね、本当に早く走ってくれるので、それからラビットカーとついたようです。なお阪神電車の5001型が登場するまでの1年間、このラビットカーは日本一の加速力を誇っておりました。軌道加速度は確か 4.0 だったと思います。これですね、ウィキペディアからちょっとお借りしたんですけど、ラビットカーのような、これ養老鉄道のやつなんですけども、こんな塗装で走っていました。ラビットカーという名前につきましてはですね、各駅停車用ながら旧型車で運行される急行や準急のダイヤの間を高加速で縫って走る姿がウサギを連想させるためについたあだ名であるということも、こちらは追記してお伝えしておきたいと思います。今でもねその、面影はね残っております。6020系6200系はね今日も元気に走り続けておりますが、そういう車両もいたということだけは、ご存知いただけたらと思います。以上、ここまで簡単ですけど近鉄南大阪線をご紹介させていただきましたが、桜ライナーとか青のシンフォニーも走っております。急行でぼんやりと橿原神宮に行くのもいいかもしれません。世界遺産候補が上がっています古市古墳群にも近鉄電車でぜひ、行ってみてください。簡単ですが近鉄南大阪線の解説は終わっておきましょう。これから先は走行動画をご覧ください。